レノファ山口 FC は日本の山口県全19市長をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。1949年創設の山口県サッカー教員団を起源とし2006年にクラブチーム化して発足した。クラブ名称のレノファは英語のリノベーションの頭文字レノとファイトやファインのファを合わせて作られた造語である。 山口県民に愛され、山口県民へ感動、勇気、元気を与える山口県民による真の地元クラブを創造することをチーム理念としている。運営母体は2006年から2010年までは任意団体、レノファ山口 FC、2011年から2013年は特定非営利活動法人山口アスレチッククラブ、2014年以降は株式会社レノファ山口である。 なおトップチームの運営から離れたヤックは、スポーツ振興くじを活用したサッカー教室を行っている。ホームタウンは J リーグ準加明治は山口市を中心とする山口県全県であったが、J リーグへの正式入会を前にした2014年9月にホームゲームを開催している下関市と練習場のある山陽野田市をホームタウンの中心となる自治体に追加。 さらに、J リーグ加盟に向けたクラブを取り巻く環境の拡大を、テーマに、主催試合を開催する山口市と下関市の県内に大都市を結ぶ、採用野田市と宇部市を重点的なホームタウン、活動地域と位置づけ、宇部市の承諾が得られたことから、2015年7月に、宇部市もホームタウンの中心となる、自治体に追加している。2016年9月に、豊富市と周南市を、 ホームタウンの中心となる自治体に追加し、さらに2016年シーズンオフに、ミネシなど県内各自治体に対して、ホームタウンへの協力要請を行い、2017年3月21日付で、県内全19市長がホームタウンとして登録された。クラブエンブレムは2013年3月に一新されたもので、一般公募約30点の中から、 周南市在住のウェブデザイナーである斉藤博和がデザインしたものが採用された。山口市のシンボルの一つであるルリコージ50頭のシルエットをバックに、中心のサッカーボールには長州藩の紋章をアレンジした模様が描かれ、外枠は桑立をイメージした形となっている。チームカラーは山口県を代表する色の一つでもあるオレンジ。オフィシャルマスコットは戦う。 獅子と維新の獅子をモチーフとしたレノマル。2016年1月30日に発表された。1949年に創設された山口県内の教員を中心に山口県サッカー教員団として発足。1976年の第56回天皇杯に中国地区代表として初出場を果たす。1980年に中国サッカーリーグに昇格。 FW グー、成高の活躍もあって1982年1989年には全国地域サッカーリーグ決勝大会に進出するなどの成績を収めた。1997年に中国リーグで再開となり、山口県リーグへ降格したが、2000年に中国リーグへ復帰。2003年にもサイド県リーグに降格したが、2005年に、 中国リーグへ復帰している。2006年2月20日、山口県サッカー協会が山口教員団を母体とする山口県から J リーグ参入を目指すクラブの創設を発表。2011年の第66回国民体育大会での優勝と2015年からの J1 昇格を目標に掲げた。GM 県監督にはクラブ OB の宮成高が就任することになり、 4月に任意団体としてレノファ山口 FC が発足した。前年監督の中山元気が所持する指導者ライセンスでは JFL の監督に就任できないことから監督を退任、公認として J1 新潟のユースチーム監督でトップチーム監督代行の経験もある上野天博氏が就任した。一方、15選手が契約満了等により退団。 新戦力として、JFL、滋賀から GK、長富広しなお、JFLVO 板から FW 島屋や八の J3 流球から FW、鳥海雄也と MF、三浦明人をいずれも完全遺跡で、松本から MF、岩渕良太、J3 町田から FW、岸田和人をいずれも、期限付き遺跡で、それぞれ獲得。大卒の GK 一森淳、DF、 菊本もと DEF、池永渡る、FW、三橋隼人と,と高卒の DF、小池龍太の5名が新加入となった。また、開幕後に JFL、栃木 U を対談した DF、宮城正史と j 三町伝を対談した DF、吉弘敦志が共に完全遺跡で、福岡から MF ジャンジョンボンが期限付き遺跡で、それぞれ加入した。また、 夏の遺跡時期に、竜兄弟から MF、黒田拓心が新加入、新潟から MF、小塚和樹、長崎から MF、西森正明、熊本から DF、藤本大、FW ジョン民曲 MF、山崎祐希が、期限付き遺跡で、それぞれ加入する一方で、MF、佐藤徹が対談し、MF、福原幸太が、山口県リーグ一部 FC バレーン下関に、 MF、田村隆夫が中国リーグでーラシマネに期限付き移籍した。ファーストステージは七勝五敗一分けで六位にとどまる。ものの、セカンドステージは第二節からの六連勝を含む九勝二敗に分けで、佐川印刷京都に次ぐ二位。年間順位で、本大 FC、佐川印刷京都、鹿児島ユナイテッド FC に次ぐ四位となり、平均観客数も二二千百九十七人で、 来季 J3 の昇格基準である JFL 年間4位以内、かつ J リーグ100年構想クラブ内で2位以内、平均観客数が原則2000人以上の条件をクリア11月19日の J リーグ理事会で J リーグ入会が決定した。新加入の FW 岸田は JFL 特典王にも輝いた。上野体制2年目。契約満了等により MF 飯塚亮。 GK 寺田県人、DEF、高田健吾、MF、三浦明人、DF、孫正智、MF、坂本博士、DEF、吉弘厚氏、MF、松本良人、氏、DEF、内山隼人、FW 岡本秀夫、期限付き遺跡中だった、MF、福原幸太と MF、田村隆夫が対談。また、期限付き遺跡期間満了により、 熊本から加入していた MF 山崎祐希 DEF 藤本大 FW ジョン・ミンヒョク福岡から加入していた MF ジャン・ジョンボン長崎から加入していた MF 西森正明松本から加入していた MF 岩渕良太がいずれもチームを離れた加えて GK 長富広志奈が JFL 滋賀に FW 三橋隼人が JFL、横川武蔵野に、それぞれ完全移籍することになった。これにより、中国リーグ時代からの選手は、DF、イカリ市場と MF、平林明良良館の2名だけとなった。一方、町田から期限付き加入中だった、前年 JFL 特典王の FW、岸田和人が完全移籍加入、MF、小塚川木の新潟からの期限付き移籍期間を延長。 JFLVO 板から DF、黒木京平と MF、福光隆起、佐野木から GK 森田光一郎、町田から MF、庄治越大を、それぞれ完全遺跡で、広島から MF、キム・ジョンソク、横浜 FM から MF、松本翔 K リーグクラシック、水原サムスンから MF チェ14をそれぞれ、期限付き遺跡で、それぞれ獲得。また、MF 歩行士、 FW 原口拓と DF 古沢慶太、DF 香川祐希、DF 広木優馬、DF 泉優香な、GK 村上正健の大卒7名が新加入となった。開幕後、特別指定選手として FW 川口正氏が加入。夏の移籍期間には MF 金正則が広島からの期限付き加入を終了し、DF 古沢圭太と共に東海リーグ一部 FC カリアに期限付き移籍した一方で、琉球から DF、前田光一を完全移籍で、愛媛から DF 大賢治を期限付き移籍で獲得した。J リーグ経験者をあまり補強せず、開幕せず、鳥取戦のスターティングメンバー11名のうち9名が、J リーグ初出場となる顔ぶれで臨んだ、J3 参入初年度の下馬評は、 決して高くなかったが、前年から引き続き、細かくパスをつないで崩すサッカーを徹底し、第2節 J-22 戦では、J リーグ記録体となる8から0で圧勝するなど、前線の4人を中心に全員が連動する、攻撃的サッカーを展開。第1クールを10勝2敗、第2クールを10勝1分1敗とリーグを席巻する。しかし、第クール初戦の第節、 秋田戦に敗れると2度の連敗を喫するなど調子を落とし、2位町田の猛追もあって、第36節終了時点には、最大で12あった、勝ち点差がなくなるという展開にもつれ込む。迎えた11月23日の最終節、山口は、鳥取戦で1-2としてリードされて迎えた、後半のアディショナルタイム6分、MF。 平林明良館のゴールに同点に追いつき2から2の引き分け、2位の町田も1の1で長野に引き分けたため、特殊点差により、参入1年前での J3 初優勝と J2 初、昇格権利を手中に収めた。終わってみれば、特殊点差の関係で3位だった第一節を、除き最後まで首位をキープし続け、36試合で、総得点96点、特殊点差プラス60。 無得点試合が、わずかに2試合、得点ランキング上位を、FW 岸田和と、MF 福光隆起 MF 島や八徳で独占するという圧倒的、攻撃力を印象付けたシーズンとなった。ホームスタジアムは、維新未来スタジアムで、セービング陸上競技場でもホームゲームを行う。2013年シーズンは、維新100年記念公演ラグビーサッカー場を、 2012年までは、山口サッカー交流広場や山口県立小野田、サッカー交流公園等も使用していた。練習場は、山陽小野田市立サッカー交流公園、山口キララ博記念公園であり、下部組織は、山口サッカー交流広場や山口オレンジフィールドも、使用する。J リーグ参入後は、天然芝グラウンドのある小野田サッカー交流公園、山口キララ博記念公園、 維新100年記念公園ラグビーサッカー場、同補助競技場、山口県、セミナーパークを使用する機会が増えている。2016年シーズンまでは J1 ライセンスに必要となる優先利用できる天然芝の練習場とクラブハウスを所持しておらず、ホームスタジアムの維新100年記念公園陸上競技場の収容可能人員も14,850人と、 J1 ライセンスの規定値に届いていなかったが、レノファ山口 FC では常用練習場確保に向けて、原野山陽のダシと協議。これに対し、山陽のダシは2015年10月8日に、市内の赤崎運動広場を芝生化して、天然芝コートに面を新設し、レノファが優先利用できる練習場に当てることが可能になったことを報告。クラブハウス機能については、 同氏が指定管理者の一員である山口県立小野田サッカー交流公園の交流施設を当てることを想定していたが小野田サッカー交流公園の所有者である山口県が一企業に対して県有施設を優先的に使用させることはできないと同公園の活用に難色を示しているとの報道もあって対応を再検討。2016年6月17日に 村岡つぐせ山口県知事や畑原元成山口県議会議長が川村隆社長と会談した際村岡知事は採用の出しが小野田サッカー交流公園内に新たにクラブハウスを整備し県が公園内の天然芝グラウンド一面をレノファが優先利用できるグラウンドとして提供すること維新100年記念公園陸上競技場の客席数を増設することでレノファの J1 ライセンス基準充足を支援することを表明した。これらの施設整備にメドが立ったことから2016年9月28日発表されたクラブライセンスの審査結果では J1 ライセンスを取得することとなった。なお、山口県立小野田サッカー交流公園は2021年4月に山陽小野田市に管理一貫されているが、 レノファは引き続き練習場として使用している。クラブ設立時には育成組織を持っていなかったが、2014年に、現 GM の河村隆が設立した、独立系のユースジュニアユースクラブであるレオーネ、山口の U-18 チームを移管して、レノファ山口 FCU-18 となった。高窓の宮ナ U-18 サッカーリーグ、山口県ユースリーグに所属。 2015年には、レオーネ山口と本格的な提携を行い、同クラブが2015年4月1日以降、レノファ山口 FC アカデミーに名称変更して、レノファ山口 FC の下部組織の一つとなった。レオーネ時代から引き続いて U-15、U-13、U-12、プリマベーラ、バンウィーノの各チームを有する。サッカー以外には、 テニスフットサルの部門を有する。運営は NPO 法人レノファ山口スポーツクラブ。2019年シーズンから U-18 監督に東院学園高校元監督の山本婦女が就任。2008年に発足したレオーネ山口のレディースチームを前身とする。長らく県リーグで活動しており、2012年に中国女子、 サッカーリーグに昇格するも1年で降格。2016年にレディースチームの運営を、レノファ山口 FC アカデミーからレノファ山口本体に移管し、レノファ山口 FC レディースとして、日本女子、サッカーリーグへの参戦を本格的に目指す方針を明らかにした。運営移行後の2016年シーズンは、県リーグで優勝、中国女子、 サッカーリーグチャレンジ戦にも勝利し、中国リーグへの最小格を果たした。2019年3月8日、レディースチームは2019年度の中国女子、サッカーリーグにて対戦を行わず、不戦敗とすると発表した。この他、ジェクブ、ファイトフォー、エイリノベーション、水元悟、オレンジ、アンリミテッドトーン、レイノバソウルなどが、クラブ公認の 応援ソングとして試合会場等で用いられている、レノファ山口に関するカテゴリー、ありがとうございます。